はい、今夜は開幕目前のフィギュアスケートのグランプリファイナルからです。浅田真央選手、安藤美姫選手、絶好調です。目指すは世界一。浅田選手、安藤選手、いよいよ本番モードに突入です。女王の座を狙う安藤美姫選手が本番のリンクで初練習しました。今回のプログラムに入っていない4回転ジャンプを決めるほど絶好調。コンディションの良さをアピールします。一方、連覇のかかる浅田真央選手も今シーズンから取り組んでいるステップからのトリプルアクセルを何度も決めるなど大技を連発。万全の体制で世界の頂点を目指します。やっぱり早割ってきました。ショートがあるので、それでノーミスできればいいなと思います。結果はあまり気にせず、本当にエンジョイしてスケートが滑れたらいいなと思います。